はい、始まりました。tonight f i v お願いします。お願いします。はい、緊張お願いします。二月の十六日金曜日でございます。はい、緊張。tonight f は吉本沖縄芸人が月曜から金曜日生放送でお送りする番組となっております。はい、会場。金曜日は通信部金城と、ええ、通信中村と。お願いします。ね。はい。ええ、やっていきたいですけどね。はい。 雨ですね雨ですよです、ね、急に雨ですね、うん、急に雨が降ってねやんだり降ったりしてますけどねまあでもね中短波 F の嫌だな、まあ、あったかくなってるから 確かかににね急あまやっぱあったかいほうがいいねあったかいほうがいいよ結局うんちょっと僕はそこはちょっと色論を取ってあそうな僕はやっぱ寒いほうがええあそうなの好きですねどっちかっていうとそのんか寒いとおしゃれができるっていうじゃないああ寒いと食べ物がおいしいあそっちかああまあ飯ね あとたばこが美味しいああそうかあそうか暑い日のたばこなんてまあ美味しくないですかまあ確かに寒い時の方がたばこは絶対美味しくないですか確かにそれは言えてますよだからね寒い方が好きではあるんですけどねなるほどなるほどねまあでもこっちに慣れちゃってね若干あったかい方に傾きかけてますよ

7名とかそれぐらいの中で3名じゃあまあまあまあ下の方だねまあ下の方ですあの25位以外はもうクソですそうなるのはい25位以下はクソですクソより下かもしれないですねクソより下ですね。あのでもあのアリン・クリンのクリスが25位以下だからあそうだそですねだからまあ別にいいんですよちょっとびっくりしたねだから俺もうちょっといくと思ったけどねクリスはねええ、カシス・オレンジ二人も入ってないそうだなそれ以外だったいくと思ったのにね 別に大丈夫ですまあまあまあそのねもう3位から上は天井人みたいなもんなんでまあまあそうそうそうですね確かに下の景色僕らは見えないですから10位だろうが30位だろう関係ないですから何位だったちなみに何位でしたかえっとね僕が17ですね17位はい

レイングサポーターのスタンプができますと。いじられたねレイングサポーータや、よかったね。来てほしかったけどね、今日ね。そうですね。だから、売れるでしょうね、スタンプね。いや、売れるでしょだって、イングレスマニアの人たちは使うでしょうここっていう時に使うだろうここっていうとに。どの時で使うんだろういや、もう、なんだろう。文言にもよるけどね、そのスタンプの意味というか。まあ、そうですよね。そういうのも。 自分でデザインすんのかな。これ、ね、なんかあっちが、うん、あっちっていうかそのやるんですかね、勝手に。どううねあのー、あっち側が。吉本の人がやるんですかね、あのー、この文言とかね。うん なななかかっったたたんででねね何も言いすけど本当にそれだけなりたくて俺友達にいろいろ頼んだんですけどねあ頼んだはいちょっとあれあの言ったら1人5票入れられるじゃないですか入れますねマックスねであのまあ僕の友達をほぼ SNS やってなくてあらあらだからそれがちょっと残念でしたみんな LINE のあれだけ公式アカウントに投票するのをやってくれたんだけどうん やったにそれだけであとインスタツイッターはやっぱりやってもらえなかったのでできなかったんでねそれできたら多分もうちょっと変わってたまそうですね僕だから本当にその友達票ですあれは完全にそうね何票をもらったかっていうのがね一番ね大事ですからまあそうですよねまた来年もやるんですかねやるんじゃないですかね第1回終わってでもやっぱあのあれ怖いねそのんだろうお前が っていう人が出てきた時のお客さんとかの反応。ああ、ありましたか。だから、いまあ、ゆ、まあ、ゆったあれですけど。まあ、歯磨さんとか。まあ、言っちゃったね。わっしょいさんと。ええ、わっしょいさんなんて、でも、最初から上の方でしたけど。ねあ、確かにね。だから、そのえっていう、そんなっての、あの芸人として、そんなに人気ないじゃない、お前らっていう人が。上にいることでして、やっぱり、そのいう関係が広い人なんですよね。 だから僕も多分その一つですよ。そんなに芸人としては人気はないけど、行ったんで友達多くてよかったなと、本当に心から出たコメントでしたね、僕は。なるほどね。いいじゃないですか。でも面白かったけどね、神垣さんかなプレイサポが呼ばれたときのシモとかシねおかろ誰もが思ってることを、やっぱみんなが思ってることを言ったら笑うんだね。 笑いというかもうなんか気持ちいいみたいな言ってくれたみたいなねズバッとこうズバッとねインコースのズバッとお前おかしいだろおかしいだろとセッのインコースのストレートみたいななんかあのあいつ そう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 そあいつ返うそかったそうそうそう岸本でも面白くならなかった神垣さんそれって逆にすごいよねスッてねんか吸い上げられるプレゼンの時は面白かったんだけどね。あこの流れでいけるわと思って神垣さん控えてるし。 スすってなすってね、そんなりだから早いストレートでもないの、打ち返せるやつを。見逃したからね。そうそうそう。あれはすごかったね。すごいわね。面白がっちゃいましたよ、本当にね。まあ、今日もプレサポの坂宮さんもね、ライブでめちゃめちゃいじられ。よかったよかった。結局、ああいう印で、離れた先輩じゃないけど、が気になっていじる分にはね。まあ、面白い。そうですけどね。めっちゃ面白いね、あれはね。その、先輩芸人がいじってる間、後ろでガヤ飛ばしてる後輩芸人の方が面白いですけど。ああ、まあ。ええ。プレサポ。

なるほどね群れになって群れになったガエが言ってる声に当たんですよね。ピアス外せマフラー外せハゲと飛びたからハゲもいやいやレーと悪口じゃんハゲは面白いねそんな言われるって面白いけどね確かにねそういうポジションになっていくかもしれないですよもしかしたら言われた方がやっぱいいですよね。うん 面白かったね僕もねだ今日ね失敗したなと思ったのがねですかガチって言っちゃったねああねああねそのキャラでねんかそのキャラを今日キャラマンダーみたいな感じだったからキャラ守らないといけないのかなと思ってまあオネっぽい感じのネタやったんですよねああなるほどねオネジカ感っていうやつをやったんですけど ガチって言っちゃったもんでね。俺の自衛官の方なのことごと。俺も自衛官でガチなのかなと思ってたから。あでも質問は多分おねの方だったね。あ俺なんでそっちで捉えたのって逆に思ってからね。あそうなんだ。あでもガチって言い方はまあおねの方だよね。普通に考えたら。あそうか。めっちゃいいなと。ネタ見てたらやっぱそう。そこでたもんだからね。まさかケンゴケンゴさんとかね。中することにいいじゃない。

意外と柔らかかったってコメントしか聞いたことないわ、それしか言えないじゃないですか。味とか言うのもあれだし、それ以外聞いたことないわ。意外と硬かったですね。上手だった。ああ、タッチが上手だった。キスのタッチそういうのあるんだ。この人上手やなと。キス慣れしてる人やな。あそんなわかんないガチじゃん、なじゃガガチチ内面的なだった怖いいいやはははい うん、いろいろね、コメントが来てますけども。ね、えっと、こんばんはと、うん、皆さんこんばんはと。ね、え、元気ないですね。<laughs> 元気ないですね、今日<え>。なんで元気、金城も元気ないって言われてます。金城さん、なんかテンション低いです、ね。テンション低いです、ね。なんかありましたか、なんかあったんですか。いや。 あのー、まあありましたねそうそう僕あのー、14日、うん、バレンタインデーだったじゃないですか、うん、まあ男の人だったらね、うん、チョコレートをもらえると、うんうん、いうのがあ,れだありますけども、うん、私あのゼロでしょゼロゼロですいやいやょ 本当に、誰かがもらったやつをずっと食ってたっていうマジでゼロですね僕もびっくりしましたよ零点五とかでもない零点五でもない少数でもないないない、ゼロ <laughs> ちゃんとゼロ ちゃんとねちゃんとゼロで親も近づいるわけでもないしもう誰からもチョコもらわずに終わってプレサポじゃんプレサポいやいやプレサポの方がいいでしょプレサポより下ですよ僕はもういやだからねそうそうそう一応まだまだまだね受け付けています今日さみゆりちゃんがあげたいって言って僕そう僕もらいましたよもらったみゆりさんからあ金城さんだけに 近所さんにだけチョコを渡せなかったの残念です俺だからほらあげるって言ってるよって言ったじゃん俺みゆさんがあげるよって言ってるよとんかあげたいって言ってるよって言って近所行ったのかなとか行かなかったのね行きましたよ一応行ったの行った行った行った行って目あってあげなかったのかじゃあゼロだねじゃあゼロじゃゼロですね正式なゼロじゃん正式ないや 一番チョコレート好きなのに俺がまあチョコレート好き誰と比べたのそれいやいやもうあの全世界全世界で全世界で一番多分一番チョコレート消費してるんじゃないかなっていうぐらいチョコレートにやった方がいいかな霧の浮舟っていうねあれうまいわあれあれうまいわあれですあれうまいねナンバーワンです ボディバーよりうまいまあそのまあ費用対効果もね考えるとね値段を考えるとねコスパとかね考えるとあれはもうエアリーなやつでしょ中がそう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 まあキットカットも美味しいけどねあキットカットはね結局美味しいでもあのあれはあの中にクッキーがあるから。 チョコレート認めてないってこといやいやいやチョコレート認めてますけどじゃないんだよね俺はクッキーいらないんだよね俺。あそういうことね。チョコレートだけがいいシンプルチョコレート。確かに分かれるですサクサクねウェハース的なものが好きなのとかあとナッツが入ってるのがいいとか何にも入ってるのがいいとか僕はナッツはピーナッツチョコレート学楽屋に置かれてたとしたら。

そう、みんな意外とチョコレート好きなんですね。うん、僕はもう抹茶が大好きなんで。あ<ー>、抹茶ね。コンビニで抹茶シリーズの新しいの見つけたら食べます。僕は、ね、あのいちごが好きなんですよ。あ,<ー>あの<い>ね、いちプリコのね、いちごのチョコレートみたいな。あ<ー>あ<ー>、カプリコ。ああいうのに、あのあれとかね、あの、なんだっけ。 あのオセロオセロしなんかアポロアポロオセロはもうオセロとアポロの比率のおかしいけどもうアポロのもう俺は逆に上だけ食いたいねだからもうあピンクの部分ねイチゴのピンクの部分だけ食いたいぐらいな感じですよだからねあのだイチゴとミルクのやつがなんかなってる感じああ美味しい美味しい美味しいなんかアポロじゃなくてだからあの下が白だったら美味しいなっていうああねあえそうあイチゴミルクみたいなねそうそうそうおかしいことねイチゴミルク系好き はい。いわゆみんなチョコレートなしね。スイーツダンスだね。そうですね。そうです。お菓子なんかありますか？お菓子。お菓子超好きだな。お菓子ね。まあスナックで言ったら俺はわさびフ。わさびフね。わさびのお菓子は美味しいですからね。俺チートス。あチートスか。でもあの沖縄のチートス濃いって言うよね。へえ。そう。うんあのアメリカのだからちゃんとアメリカのいやちゃんとアメリカのやつは あるよえあの英語の英語のチートス英語のチートス英語のチートス甘くないんだよ全然そうそう濃い超チーズそうそう濃い濃いんでしょめっちゃででかいそれがうまいんでしょあれも美味しいあれも好きけど日本のチートスも好あそうなんだ日本のチートスは甘くて美味しいね。ああでもう一個のやつはすごいチーズチーズでて好きなんだけ俺こっちの方が好きなんだよねチートスだったらあのアメリカのアメリカ方うん。 アメリカ法、法律のアメリカの法、アメリカの法律の話になっちゃいアメリカ側のアメリカの僕はジャガリコがね、ああいいねジャガリコ、何味系？僕はあのジャガバター、あと明太子みたいなもの好きなんですけど、あれがすごい好きでね、まあ自負してたんですよ。好きだって、もう相当好きなんだと思ってて、新里にその話をしたらねあの。 お湯入れて食べた人は美味しいんですよみたいあかる。全然そんな知らなくて。あ、そうなの？全然ビギナーじゃねえからと思って。すげえ有名じゃないなあ、有名なんだ。昔からある食べ方あなんだ。<laughs> お湯入れてほぐしてね。ほぐして食べるんでしょ。うん,うん。 普通のがいいと思うが美味しいでしょ、絶対でもお湯で。ポテトサラダみたいな感じになるってね、よく聞いてね。そしたらそれもポテトサラダを食った方がいい。わまあまあそうよね。じゃがりこんの食感が食いたいんだから。だからリコがなくなるじゃないだから。そうね、じゃがだけだから。あれはこの分はリコと呼ぶのかリな。逆にだから2。逆に2だの あっテンブスのところにあるさカルビーがあれのできたてのあれは食べたことはある。ますあますありありあれは美味しいですあれはうまいあれは美味しいですよあれそうそうそうポテトなんですよねでもあれあれポテトお菓子じゃないんですよねあれねあれ違うおいしいけどねめちゃめちゃ美味しいと思います。あれジャガですあれはジャガねジャガかジャガだねリコではないリコではない。リコ感が薄いリコ感が薄いジャガです いやがりこ美味しいですやっぱりいやがりこね本当に食べたくなってね来ましたけどお菓子の話は尽きないですかしねうん普通にチョコが好きですよくやるのはクッキーを牛乳にポチャンしてから食べあクッキーねクッキーシンプルクッキーはできないな折れよでしょつけちゃうんでしょ折れよリップはこうつけるじゃない沈めるやつなんていうんだっけなんか言い方あるよねあるんだ。 オリオの CM かなんかでその全部のやり方を英語で言ってあるドロップみたいな。分かんないけどんな,なんかそんな。あれやるじゃん。うん、で結構長らくつけたらしなるのよ。うん、ちょっと。うんうんうん、それゃそうですよ。うん、水分いそうそうそう。それが一番上手い。うん ちょっとピンってやるぐらいだったらもう全然シンプルオレオの方がうまいんだけど確かにシナリーの方がおいしいよねそう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 オリジナルの食べ方ねなんかあるなスルメをまあまああまるよくあるよくあるライターでこうあって当たり目か たりをこうライターでで炙るんすすよ焦が結構焦がすぐらいまででも燃やしてなくなるせるいや食わないじゃん食べない燃やす燃やす香りを楽しんでるゴミを作り出して終わりですよ燃やして燃えた燃えたってやばいやつじゃんいや食えよ食えよ そもそも絶対家につけるやばいやつじゃん。ごめんなさい、食べやややかくややかくなるんですよ、肉が。それで食べる。あ、知らないですか意外と。知らない。結構あるそこまではやらないね。あのまあコンロとかでガチのスルメをこうなんかやったりする。あ、あれないもではあんまりないですね。結構やるんですよね。タコせんべいにタコせんべいあるじゃない。あれにマヨネーズやって挟んで食ったら。あ、美味そうそれ。あ、それ美味そうだわ。意外と美味いです。 お酒のつまみにもなります。ああ、マヨネーズだね。マヨネーズ、何かけても味いから。カッパエビセンマヨネーズ、めっちゃめちゃおい。ああ、うまそう。それはマヨネーズはうまいよ。結局、マヨネーズうまい。マヨネーズはうまい。何でも美いしい。何でも美味しい。マシュマロを火で炙って、パンとかナビスコに乗せる。ナビスにも行くの ちょっと焦がすっていうか炙ってマシュマロ焼きマシュマロってことかバチ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 ってだけねマシュマロなんか焼いたら焼きマシュマロしそうそれでもやってみたい溶かすってことかうん溶かすのかな焼きマシュマロはそのまま美味しそうだねでもうん美味しそうですねパンとかナビスコねああいいですね会社社名名でで来来たたねねナビスコっいいぱあるけどえなんかナビスコがナビスコじゃなくなるみたいなのなかったっけ だからそのナビスコがなくなるからオレオとかがなくなるみたいな話あったよね。ね。本当に？あるある。マジマジあるあるよね。でもなんかそれ聞いた覚えある。俺もある。わかる。そうオレオなくなるよっていうね話があったんですよ。商標が変わるよみたいなこと。そう。商標登録がねありますからねいろいろね。そうそうそう。オレオは美味しいな。オレオ。オレオとねこのリッツ。 なくなるとリッツのさチーズ挟んでるとめちゃくちゃうまくないあああああめっちゃうまいよねあやばいやっていうか結局チーズだよチーズフォンデュチーズフォンデュにお菓子リップしたら多分全部うまいと思う結局やっぱチーズチョコレートとチーズ合わないでしょああ意外とないさチーズチョコレートみたいなチョコとチーズね チョコとチーズは確かに見ない意外と見ないかね合わないのかなやってみてもいいかもしれない対にいるでもほらあのすっぱいほこたてだはず薄塩のチップスにチョコレートはうまいじゃないでも最近ありますよねなんかねチョコチップスみたいな甘いのスーパー対局にあると美味しくなる意外とたいなチーズね多分対局じゃ斜めじゃない多分中途半端じゃない中途半端かもしれない隣にいるかもしれないそうそううんおすすめなのがすッ スパイの好きならレモンサンドっていうクッキーがおすすめビタミンもとああ普通にね酸っぱいのねそんなにね酸っぱいのグミとかでねスパイやつあります俺アイスしかないね酸っぱいの食べたいと思うのアイス飲みとかアイス飲みああ美味しいね俺アイス飲みあのカフェオラ味しか食べないグレープうまいじゃん グレーっ、ねね、ていうか昔はいろんな味入ってたけどね最近いやあの<う>ミックスだったよね<あ>昔はね<う>ミックスが一番うまいのにな面倒くさいんだろうな多分まあ、うん、手間かかるんでしょうね、うん、同じ感覚で違うレーンで作ったのを最後するまとめなきゃいけないから面倒くさいんだろうね、うん、多分ね個数とかも考えてそ、ねはい、そう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 ,そう,そう 亀田のカレーせんべいね、これは、ね。ああ、亀カ,カレーうまいね。亀カ,カレーね、結構うまい、え、なんかでかいしね、またあれね。アメリカのメガオレオええー。うわ、これは食いたいな。でかいのかな。でかいんでしょうね、まあ、メガって言ってるぐらいですからね。うん、グローブみたいなやつくところ。<laughs> でけっ。めち,ゃめちゃでけ。えな <laughs> 野球のグローブ。いいでめちゃでけえ。<laughs> あるんですかね。えー、ちょっとあの。俺、ちょっと、みゆりさんからチョコもらってない。じゃないですか。うんうん ちょっとてえメガオレオミルちゃん今からバイクで来れるメガオレオはちょっとあの量が多いんだ入手してもらってってことはもうクリームだアメリカのって書いてるからねアメリカにしかないのかわかんないですけどアメリカにしかではないじゃないですかそのドンキとかアメリカショップねそうですかええまあ言ってますけどねはいはいはいありますか何か 特にないないですかそうですねお菓子の話をずっとしてもいいんですけどなんかそうえっとね私ね古賀アダージョの古賀と2人でちょっとトークライブすることになりましたなんだそれまああのもう単純なノリ一回んかこの前のネタ見せかなんかで コガとはしゃべっててコガがトークライブしたいっすねみたいな感じになって「おおやるか?」みたいな感じで「いいんじゃん別に俺とお前よくしゃべるしな」って言って「じゃあやろうな」って言って解散したんですよで夜にコガから LINE が来て「本当にちょっとやりましょう」みたいな感じに言われて「おおいいよ」つって「じゃあ話通しといて」っつったら本当に通ってえいつやんの 4月30日決まりましたでもタイトル決めてくださいって言われたからじゃあ二人乗りでいきましょう二人乗り二血っぽい感じで二人乗りでやりましてであのラフピーあるじゃないですか吉本のあの番組ラフピーねあれの一個前が二血なのよ ああはあははあ、はだからそのラフピーで俺らのこの二人乗りのライブをちょっと撮ってもらってでその最終的にラフピーでやろうとあなるほどねそう<ー>っていうのが、うん、あの目標ああそうなんだそうえ<ー>まあでもあの僕よくよく小川と喋るんですけど、うん、僕あの小川のことを、うん ダウンタウンの松本人志さんより笑わせてると思います。おぉ。あいつと喋ったら絶対人大笑いは起こせる。あいつゲラだよ、結構。あいつは超ゲラだよ。めっちゃゲラだよ。すごいよく笑ってくれますけどね。そうですよね。愛想いすごいよね。いやいや、あいそうじゃない、あれ。本当に笑って。その良さが出ればいいなそうそうそうですね。ですかなるほどね。やるんでね、ぜひ、あの、30日。ええ。うん。来てください。はい。すごいね。昼以降やります。 でうね、まあそうでしょ。全部そうですか。昼以降長引くかもしんないと。長引くかもしんない。なるほどね。お願いしうます。コガが嘘笑いするとき、ちょっと引くんだよね。ああ、そうなんだ。嘘笑いのときね。あいつの本笑いは、足をバタバタさせて。ああ、やるかも。で、あの、手をね。手を叩く。 肩上げて、脇締めてて、サイクになるよね。そうそうそう。足でもバタバタ確かに。そう、足バタバタします。したことあるかもしれないですね。うるさいです。まあその本番でも足バタバタが。足バタバタが見られるかもしれない。そんなに小川ちゃんと喋ってるんだ。あ結構喋りますよ僕。春季とかかなと思ったけど。あ春季とも喋りますけど中村春樹カシスのね。うん。うんカシスの中村春樹。あいつとも面白そうですけどね。あいつともやってます。 やってますなんとなくっていうライブに僕はもう入ってるんでそうそうそうああそもやってじゃあ古賀だけだったんだそうあとも古賀だけだった仲良しでそうそうそうライブしてないのはそうなるほどねそっかそうなんですなるほどねそうやってトーライブしようとかなるんだね普通にねうんまあいいんじゃないですかまあ古賀と誰かだったらできなかったけど古賀と僕だから通ったっていう面はありますけどねあっそうなんだ古賀と誰だったら通らなかった 小ガとプレサポだったら、ら本人たちは通さない。プレサポも嫌だろうし。賀ガが一番嫌だろうし。6分しか喋れません。2人でしゃでも長い。6分でも長いと思う。長いね。20円ぐらいのライブで。うるさいとこで。なるべくうるさいとこで。かき消す。そうそう。かき消すか。クラブの外とか。そうそうそう。パッシング屋さんとかね。なるべくうるさいとこでやるっていうね。

はい戻ってきましたはいねうん何の話しますかそうですねなんか今日本当にさあの多分で言われてる通りテンション低いよね低い三人ともそう俺別に普通だけどなんかいつものなんかなんだろライブ終わりだからかなまあライブ終わりだからじゃないですかそりゃまあまあ確かにていうか俺今日友達が来れなかったのねライブに来れなかったんだけどそいつら来てたら俺上がってた あ、そうなんだ。表数で上がった。上がりたかったな。ねいや、友達は入れないかもしれないじゃん。いや、それはあるな。ある。前も結構友達呼んで。そか、そうそう。上がんしかった。いやいや、そんなもの友達よ、いい友達。真面目なやつら。真面目なやつちゃんとね、面白い人。いい友達ですよ、本当にね。本当にね。俺と写真撮るんだ、あれに君と写真撮るからね。ああ。か。面白いですね。あるよね。本当今日よかったよね、点数。

伸びた分引いたりする計算もしなきゃいけないのにあんだけ早かったのになんで今回こんな遅いんだろうってすごい俺は思っててスタッフの数かなあ数か数なのかな数そんな変わってない気するけどなっていうかさ LINE とかでやった方が早く ?LINE とかで携帯とかで投票って投票やってもらった方が作れそうじゃないそんな簡単にアプリとかでまあこのライブのためだけに作るのはねちよっと髪髪髪を髪がベストだよ ベストなんですにしても遅いなと思ってまあそうだねだからその日により早い時とさ先月めっちゃ早かったよねわかる先月早かったかな今日遅かったんでしょう何かあるんですかねいろいろえだからこの毎回このネタをサードクラスが終わりましたでサードクラスのあをでも全部終わってからやってますからねあ全部終わってから回収してるんだあそうなんだだからそこそこよねだからサードが終わった時に分けられてるから余計時間かかるのか だ,とだから最初にペン,ペン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 って分けないといけないそそっかそっかそっかまずそこからやらなきゃいけないんですが紙を3枚,上げて3枚用意しておけば、うん、セカンドサードファーストで用意しておけばいいサード終わりでの MC がもう回収してくださいで回収したからそれの方が早いかもしれないです。 まあでもあのーこっちサイトすればあのー紙の問題がありますから。だから A4 のやつ三つに <laughs> 俺三つに切れ。いやあのー紙があのーやっぱりあのーコスト一応かかるんですよ。やっぱり紙もね。だから三つに切れていてるやん。いやこの切るっていうのもまだコストがかかるし。かからんかからん。うん、<laughs> かからんよコストはそれ。えーだからこの。でっかい裁断機でガシャンで終わる。この。 お客さんにね、3枚も紙を持たすっていうのが、誰なんだ、お前。誰ですか、誰ですか。支配人です。全然似てないな。いや、誰も知らんか。誰も知らんか。女のふりしてもいいし。結構似てたか。結構似てないよ知ってる俺らから似てないよね。似てなかったね、全然ね。でもそれでいいよね、ね思うんですけど、ややこしいんですかね、分かんないですけどね。いろいろあるんでしょうか。なか お客さんも大変だろうなと思ってね。長いからね。そうそう、だから変な空気になるじゃん。まあそうそう、長いなみたいになってね、来ますよね。やっぱね。出てきたら嫌だなっていうのがあるんで。お口も多いしいね。そうそう。拍手ばっかさせるしね。あれ大変よね。だから、拍手なしにした方がいいよね。拍手なしにした方がいいと思うやっぱうん 全員同時に出した方がいいわ。で、横並びで、横並びであります、あります、ありますってやった方がいい。拍手するのしんどいからね。告知終わって拍手って何なの意味わかんないよね。よ、よくできましみたいな。はい、告知よくできました告知してからの拍手って意味わかんないいらないよね。お願いします。で、終わりでいいじゃない。はい、ありがとうございます。何あれ、ほんとに拍手。 そんなめでたいことでもないしね告知のことに関してはね告知するだけです告知するだけですから知ってる方がさせてるんでしょこれ拍手ね結局ね強制拍手でしょこれまあなんかそうななんか勝手になってるっていうやつじゃんそういうルール決まってないでしょ別に拍手しなきゃいけない決まって全然決まってないなんかこうしなきゃいけないとか演者がするからみんなしだすんでしょうね多分演者しなきゃいいんでしょあ拍手ね拍手問題お願いしますに対してお願いしますっていいってことね後ろもね いいんじゃないかなと思うんですけどね、拍手そうしんどいですよ、毎回毎い拍手する、本当にしてほしいときにしてくれなくなるよね、そそうう疲れたら、そうですね、本当にで、俺、あと、ガツンと岸本の、コツンとはいらないね、もういらないあれはいらない、コツンとはいらない、あれは本当にいらない、もうお客さん分かってるし、あいつも帰りゃいいのに、何にもバージョン変えてくれずっと一緒じゃん、絶対コツンとじゃんって。ううんん でそれを振ってるのがクリスだからクリス発動なのよあれはそうかそうかであれ振った時にもうちょっとイラッとしたよねクリスに僕は他人のそう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 ああそうかいいよともうこれはだからあの「ガツンと」っていうその擬音を変えればいろいろできるけどねあまあね何があります ガツンと以外のいいやん出してあげましょうじゃあ後輩もいやいや俺はいつも思うんですけどの喧嘩ノリみたいになるじゃないですかあれで僕一回だけやってみたいことがあってピースさんも今日やってましたけどそういうパターンじゃなくて喧嘩のノリになってマジで喧嘩するってのをやりたいなるほどね途中からノリじゃなくなるじゃななくるっていうパターンを一回やってみたらはい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 いでも俺今日ちょっと室田さんと神垣さんがそういうノリになってたじゃないですか あもっと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 いやあの時の室田さんの入りは、うん、あれはガチだった、うん、あガチだった、うん、あ室田さんガチだったでしょ そうブラザボの時は冗談だったけど。あそうブレザボの時は冗談で、そうそうそう。最初の時。は声のトーンとか違うもんね顔とか違うから。だからあの松山でしたもんね。だからあの弾弾いてたお客さんは。だからガチは引く人にも売るだろうけどね。モロスさんは特にね本切れだったから。本あれはあれはすげえ笑ってたんだけどな。おおガチじゃん。神明さんも硬くなにね。 あれを通すっていう、なんだっていうね思ったけど、プライベート隠したがるやつ、政府の人間じゃねえんだから隠し方がそう。あんだけ隠すやつはまず表に出てきちゃダメだよ。いやいや、そこはまあまあ、何かそういう。うまい返しがね、できればいいけども。 ただただなんかいやそれは<ー>って<ー>なんだそれって<ー>それあるなるよ文句ばっか言ってるな同期だったらマジで俺も言ってるわ。<laughs> <laughs> こうガツンとね開業ってねどんどんでもいいですねガツンどうでもあれはもうそうやらなければいいそうですねやるなければいいそうですね今日思ったけどやっぱ期生前出ないよね出ないね今日なんか初めてみんな並んでそう初めて並のヒューチャーされたのですね初めてだったかもしれないあんなガッツン並んでね初ヒューチャーもう写真撮りたかったもれ一回こうお客さんの席降りて写真撮れたかったもれいいっすかってなりましたね。 なかなかね自分からバーてあのメンツだからまあそっかであの濃いじゃんみんな濃いねうんでその中でこの俺とかパンって出た時にいや薄いよねもう誰お前じゃないお前じゃないそう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 ってなりますから改めて思い知らされたのが偶数弱いね偶数がクソばっかりだね2期4期6期ねクソばっかりだね はいはいはい。なんでだろうこれはね。ほんとジンクスだな、これ。吉本。何でしょうかね。で、来年はまたいい感じの本部いるわけでしょたぶああ、7期生ね。今の7期ね。うん。ああ、そうだな、確かに。うん。まあ、8とかどうなるんだろうね。ねえ。またやばいのくるのかな。まあ。なんだろうね。偶奇数がいいんですよね。奇数がいいですね。まあ。 何でしょう何かあるのかその偶数のライブやりたいよね、逆に言ったら。ああ、いいね。やってみようか、それね。2期、4期、6期。6期、8。2、4、6、8。うん。いいんじゃないですか。2、4、6で、2、4、6で1回。偶数っていうライブ。ああ、いいね。偶数ず。割れる、割れるとかでもいいですか割れるみたいなね。ああ、いいね。うん、いいんじゃないですか、それも。やってみますか。割れない方がいいけど、割れるね割れるとか、割れないとかなのかな あ、そうういこと結婚式でもそうじゃないですか言っちゃいけない言葉とかめちゃくちゃ日本的じゃん日本的な考えじゃんめっちゃいやマジか割れてんだ俺らあそうそういうことあらそうなんですか素数じゃないんだよまあまあしょうがないですけどねこれはねキャラはいいよねでもね多分思うけどその見た目の濃さ は偶数強いよね多分強い強いっすよ強いよね見た目の個数ですね二期生なんてすごかったですか並んだら今日すごかったんだねもうキャラのスーツ着て並う恥ずかしかったもんね

上の方シーマンとか塩やんとか平均年齢は上だねそうですよ確かにうやんとプレサボがだいぶ稼いでるからねそうだわうんまあうんまあねこれからあ頑張っていかなあかんかなあかね 言うとりますけども、ええうん、頑張らなあかんな言うとりますけどもそろそろもう一回 CM いってきますか、うん、ああ、うんね、行きますかちょっとね仕切り直して、うん、面白い話していこうかなと思います <laughs>、はいはい、ではいです。たん CM です タイムでいいいですなのやダメなのは別にいや <laughs> 質問あっても答えないかもしれないしうそうだから質問あるならどうぞ <laughs> <laughs> 質問あるならどうぞでいないんじゃない、はい、どうぞでいきなりはなくないで <laughs> 何でもマジで答えますから先はマックスが俺かい、はい、<laughs> 俺かい何でもございますもん

ったうん行ったんすけど、ディズニー、やっぱ行きたいですね、僕も一回ね、ちっちゃい時行きましてね、本当、1時間足らずでふてくされてたみたいで、え、そうなんでなしょうね、でもやっぱ、昔から遊園地がそんな好きじゃなくて、あそうなんだんなんか全然、福岡なんかいっぱいあるじゃない、いったら、それこそ、いっぱいなくなりましたけどね、スペースワールドとかもね、そうですしね、スペースワールド行きたかったな、最後のスペースワールド。 まあねスペースアルトねもう終わっちゃいましたからね行きたかったですね僕もね三井グリーンランドはグリーンランドはめちゃめちゃ楽しかったですねあ俺はねあの近くにウルトラマンランドってのがあってねウルトラマンがもうちっちゃい時好きでしたからウルトラマンランドの方ばっか行ってましたけどそれでもウルトラマンランドはもう最高でしたウルトラマンってさ新しいシリーズあるいや最初にじゃん仮面ライダーはほらズーム出るじゃない ウルトラマンってある程度で途中で止まった気しないあもうやんだ。ティガ、ティガとか。ティガ。一番新しいのなんだろうねウルトラマンティガってあれじゃないの ?V6 の長野君のそうですす。あれが多分新しいの平成ウルトラマンなんですよ。あティガがティガからね。ティガコスモスでしょそう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 。ウルトラマンのシリーズ。何が言うと俺コスモスまでしか分からない。何コスモスでしょ今年の3月。 誰がウルトラマン何ウルトラマン何がジード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 は聞いたことないなじゃあえそれテレビでやってんのかねその前は前っていうか大体ほらテレビでやってからの映画かじゃあそうでしょねやってるでしょ多分ノージードノージードないでしょいきなりダイレクト映画とかダイレクト映画ないでしょ やってドラマはやってないドラマでそのやってるでしょテレビ放映はやるやるジード前はジード前ジード前ウルトラマンねめっちゃ見てたなでもエースが好きでねあ懐かしいエースんで好きなのかは覚えてないんですけどわかりますかねエースの形状うん 頭の形が特殊でモヒカンみたいなのかあれがすごい好きだったんだ俺ねゾフィーが好きだったあゾフィーな謎っぽああえゾフィーってタローのお兄ちゃんでしょんかこの辺になんかなかった胸の方にジャカ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 とてなってるゾフィーってちょっとなんか悪そうな顔してんだよねああそうなんだだった気がするへえ アメリカのウルトラミでね。パワードね。ウルトラマンの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 ウルトラマンれウルトラの父だけ色違ったよね。色違いましたかねウルトラ思うけど。えウルトラの父赤じゃん。シルバーカおじいちゃんだウルトラマンキング。シロカーじゃね。 確か白だったような気がします。白ゴールドみたいなあそうそうそう白白ゴールド白金みたいな感じだった白白黒ゴールドみたいななんかいろいろ入ってる感じだキングねあそっかおじいちゃんなんか色違うのおじいちゃんが色違ったお父さんはひげかひんひだったかな角ある角だうん角がタロみたいな角のでっかい角あ太い角だ太い全体があれっぽかったえっとなんだっけウルトラマンシルバーアカシルバーアカみたいなやったような気がするけどな線になってたボーダーみたいな感じだった ウルトラマンの中でもでかいウルトラマンいなかったウルトラマンの中でもでかいウルトラマン。特にでかいや特にでかいのいたっぽいんだ。そいつと似たかた体してたウルトラマンビッグじゃないそんなな安直ウルトラマン大きいじゃそしたらもうオールトラマンだよ。ウルトラマン大とかね。あんたがな、いたな、でもそんなもん。 全然分からない、すよね俺も分かんないもんね、ウルトラマン。ウルトラマンが一番分かんないかも、仮面ライダーとか戦隊ものの方が分かるかも。仮面ライダでもそういう意味ではね、キャラクターでね、この間、すごいなと思ったんですけど、ワーストってあるじゃないですか、クローズ、ワーストヤンキー漫画、人気ですけど。 あれの河、あのー、内哲将っていうねキャラクターがいるんですよ武装戦線っていうね6代目のチームのすずらん高校っていうのが主人公たちがいるチームで敵対してるのが宝泉学園、うん、ですそのもう一個全然学校じゃない、まあ、暴走族、うん、な何なんですかねあれは走り屋ですね いわゆる暴走族じゃないんですよね特攻服着てるとかじゃないけどライダース着てるチームなんですけどその子のチームは漫画の中でも人気でみんなキャラクター立ってるんですよ6代続いたんですかね漫画の中で7代か6代目が河内鉄まで行ってます代目の内鉄って人がいるんですけどキャラクターがねこれめちゃめちゃ人気で人気すぎて一回んかファッション誌に。 登場したぐらい漫画のキャラクターが漫画が着てるその服が現実になるみたいながあったぐらい人気ででもそうそうそうでもストーリー上で死ぬんですよねそう事故に遭って事故にあって俺それが本当驚いたんだけど川内哲将の葬式が行われたみたいでえ俺すごいっすよね現実で現実世界でも好きな人が集まってまあそうだろうね今あの10年経ってるんで10回忌やってるみたいで前10回忌だったみたいで すごいなと思ってね。日にち乗ってたんだあれ。そうそうそう乗ってるんですよ。発売日とかなのかな。発売日でチャンピオンで発売した日なのかな。いやすごいなと思って。でもたまにあるじゃないですか。ラオウの葬式で。あそうそう。それ有ラオウの葬式有名じゃん。超有名だよ。あの人こそがラオウなんだけどね。元ラオウなんだけど まあね、それ有名人いっぱい集まったりして、テッションはそんな有名人ではないけどその人が集まってるみたいで、そうテッションかっこいいんだよマジでなんか、俺死んでも来ないからね。あんま来るかとテッション。テッションいないしなの方が悲しいなと思ってね。もともといないから。 悲悲ししいいよあんな人でもいないんじゃないかなっていう人だよなんかにいたら超かっこいいなこの人っていう多分憧れこういう人が会社の上司だったらみたいな感じの人ああ何すがなんですよね武装先生のあのね大体ボスはそうなのよああボスはねめちゃめちゃヤンキーですけどねかっこいいよ坊主の時もかっこいいけどやっぱりあれだね金髪でオールバックあれかっこいいね

お兄ちゃんがね、と四代目の服ヘッドみたいなね、流星時代のね、本当今誰もわかんないかもしれない。誰も俺もわからない。金髪オールバックの。本当にね、多分ね、お女子が見ても面白いと思うんじゃないかな。クローズはね楽しいと思います。結構好きっていう女子いるもんね、俺周りに。面白い。また映画で入った人が多いけど、クローズゼロでクローズね。そんな現実にね飛び出しちゃうキャラクターってやっぱすごいな確かにそうですよね。そうですよだから。 ほんとに35位になってる場合じゃないですいや河内哲将もう35位ぐらいになってるんじゃない ?35 位じゃ葬式は1000余裕で1位になる余裕で位にかだから森田さんが900何本とかだけど7万ぐらいいくよあんないくもっといくかもしれない河内哲将 下手したら本当に行くよ。沖縄の人口ぐらい行くよ思くいくだって発行数が違うんだもんああいやいや。そう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 。じゃじゃじゃ。漫画の売れ方で。で多分読んでる人はみんなファン。みんなあの本読んでる人は絶対ファンなる。カワチテそれぐらいの魅力ある。あそう。うん。今年はねもうテッショに負けないようにね。頑張っていきたいな。いやみんな負けてる。よ俺も名前テッショにしようかな。先はマックス改めてテッショにしよう。 じゃあもう川内鉄生って名前かっこよくない？<laughs> まあ、鉄生かっこいいね。鉄に生きる鉄生やばいでしょう。ね、子供できたら鉄生だわ、うん。鉄生ね。うん

デッシュはもうテッショウでいいよ。でっしゅうはもうテッショウでいいわ <laughs>。でっしゅうね。デッシでっしゅうね。でっしゅうね。いいね。ああ、まあそうなんな、ね。え、これ、ひでってなにどういう意味があるのあれ。だから秀才の秀よ。秀才ひでる。あ、ひでる。うん。だおら、ひたなのはひでとなので、まあ、ひでる人に育って。皆よりたけるみたいな。そう。あ<ー>、まあ。たけ、うん、そうね。 みんなよりもすぐにす優れてるじゃん。告知ありますんで、言っときましょう。吉本沖縄エンターテインメントカレッジがですね、何期生ですか ?8 期生を募集しております。4月入学生となりますね。ご興味ありましたら、構成作家コースなどもありますのでね、お願いいたしますという感じでございます。 あとは、えー、沖縄ラフピース専門学校ですね、うんえー、これも、えー、日程が、ね、説明会があるみたいで2月17日、24日、3月3日、3月10日、えー、17日、24日、31日、えー、やってますんでお願いします。すあとは、えー、あそう映画祭もね、<つ>一番全部で沖縄祭第10回、沖縄国際映画祭、4月19日からですね。あー 二十二日もだからえっと今月末がえっと五十日前になる五十日前になります二月の二え二十八が五十日ちょうど五十日前になりますので始まりますんでねお願いいたしますよ映画祭映画祭あります私はどんな仕事が埋い込んでいきますかねのかとなっておりますんでね去年の何したか忘れてますけどね何したっけなあのイロハニチドリに出てああそうだあのめちゃくちゃ滑ってカットされてそうだね

黒のライダー集団来るよでも俺は鉄のように生きてやるよいいねいいよそんなそんなのしても今のトークはやわらかいけどだいぶ勝たさなかったけどふわっとしたけどねあそんな感じですかええそうですねんかありますか大丈夫ですか告知は告知はないですかねすね。まあ来週も頑張りましょううんそうねええ 来週はもうあの面白い話いっぱい持ってくるからもうねもうトークライブをするということでもうアンテナもうパっていつもよりパってやっていきますんでもろそうだないつもよりパってやっていきますのでお願いいたしますということでトゥナイト5でしたツーシー金城でした通信シーム中でしたザキヤマックスでしたありがとうございました